はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。愛知県でですね、建設業を営む、あるいは勤務されているですね、パンパカ工務店さんという一般の方が、週刊文春記事、名古屋高級焼肉店、人糞放置事件を受け、脱糞民主党と投稿したところ、立憲民主党が、パンパカ工務店さん一般人を名誉毀損で刑事告発したそうであります。日曜日の朝、6人の刑事に家宅捜索されたスマホとタブレットを押収された、その後警察署で取り調べを受けたということで、民事でね、名誉毀損っていうのはよくやりますけれども、刑事で名誉毀損ってあんましねえなーって思いました。一般反応です。訴えるぞって息巻いてたことは知ってたけど、本当にやったのね。訴えるなら記事を書いた文春が先では、党の名誉を毀損したのは脱糞した議員だその通り、天使に謝罪してるんだから脱糞放置は事実なのになぜ。あ、これね、名誉毀損は事実に関わらず、それを言いふらしたとか、事実であるにも関わらずじゃねえや、たとえ事実であってもそれを言いふらしたというと名誉毀損になる場合があります。せっかく風化しかかってたのにまた復活、バカな連中です。刑事裁判で誰が脱糞したのかが明らかになり、余計ダメージを食らうと思うんだ羨ましい。私も立憲に告発されたいなって、100倍返しするのになって、警察によるガサ入れがあったということは、検事がね、起訴できそうかなって思ったんでしょうね。こんなの起訴できっこねえわなんて言うと、家宅捜索令状出しませんから、検事。公人や政党自体の名誉毀損のハードルはめちゃくちゃ高いのに、一体どんな絵を描かれたんでしょうか、パンパカさんは。私見てないんですけれども、私も毎日のように、バカで無能で、それゆえ貧乏でモテないと、パヨルって、立憲とか共産を叩いておりますけれども、大丈夫なんですよ。お前ら権力者なんだから、批判されるのが仕事でしょっつって、裁判所でもそんなの受け付けないんですけれども、知らない方のために、文春記事の概要であります。あんまり知らない人はいないと思いますけれども、名古屋高級焼肉店で数名の立憲県議と立憲市議が会合した。お得意様で店の顔見知りであった全員が退席後、使用した個室の奥座敷に見事な大便が放置されているのをアルバイトが発見。店主激怒、思わずクソったれと叫んでしまう。その後、立憲愛知県連から何とぞ穏便にと謝罪を受けたが、誰がやったかはついに明らかにはならず、これには店主も納得いかないと。パンパカ工務店さんは風刺が描ける方で、フォロワー3万人のインフルエンサーです。現物は見てないですけど、多分イラスト付きで脱糞民主党と投稿されたんでしょうな。そしてそれの出来栄えがあまりに見事だったので、立憲が発狂したと。立憲民主党はですね、衆院97議席、参院45議席を誇る大権力者なので、我々が飲食店に脱糞してそれを放置することを批判することは許さないってことなんでしょうかね。我々がいつどこで脱糞しようがつべこべ言うなってことなんすかね。なるほど、了解ですっつっても、なんでそんなにどこでもいつでも脱糞してんだよって。漏れちゃったなら仕方ないけど、ちゃんと片付けとけってね、思うんですけれども、批判を許さない権力を独裁って言いますけれども、近平は熊のプーなんて中国国内で言ったりすると、投稿したりするとその人いなくなっちゃう。中国共産党を見習ってんのかな、敬愛して。
あるいはまあやっぱりどっかに連れてかれちゃうソ連共産党とかね、共産党の悪口言うと、カーゲーベーが捕まえに来るっちゅう、さて私は今まで何回脱粉と言ったでしょうか。ほれほれ立憲さんね、ここにも批判する人間がおりますよ。ほっといていいんですか。私のことも名誉毀損で訴えなくていいんですか。どうなんすか。もし訴えられたら100倍返ししますけどね。岸田政権、異次元の少子化対策って大号令しときながら人口増加は諦めている模様。で、人口減少により、足りなくなった労働力を外国人で補おうとですね、特定技能2号枠を大幅拡大、拡充することを閣議決定だそうであります。記事の要約なんですけれども、現在建設と造船の2分野のみに認められている永住可能で家族の呼び寄せも可能な、つまり家族と一緒に住んでいいよ、永住していいよ、家族もなっていう特定技能2号っていう資格なんですけど、それをですね、農業、外食産業、宿泊業など、合計11分野に大幅拡大、追加で9分野足すみたいなんですよね。現在の2号資格保有者は10名で、結構な狭き門だな、思われますけれども、一般反応です。家族の態度って何しんとまで、顔見たことない親戚までも引っ張ってこれんの？条件満たさなくなったらきちんと帰国させるなら、不法滞在者を即送還できるようにするのが先では、無職になったらすぐ送還できるようにしろ。円安の日本に魅力あるかね。まあ、無職になったらって定年退職したら帰ってもらわべよっていう話ですかね。家族同伴だから簡単に送還できるわけがない。移民政策そのものだろ。働くのはいいが土葬じゃなきゃ嫌だとかわがまま言うね。むしろ実習制度廃止が先と、5年ごとに滞在を更新する1号とですね、10名にしか認められていない更新不要で永住していい、家族と住んでいい、っていう2号が存在するみたいであります。まあ、2号は特別な資格なんでしょうね。もともとは建設造船の製造業だけ認められていた特権なのに、宿泊業や外食に認めたら無限に増えない。これそんなに特別なスキルいらないでしょ。宿泊業とか外食産業とか、まあまあ運んだり調理したり、あと宿泊業だったらベッド直したりマットレス敷いたり、特別技能って建前で労働力をですね、日本人以外で補おうとするその姿勢がやばいですね。帯同家族の親族もですね、一親等の妻子や親ぐらいまでに制限してこないと無限に呼び寄せ増殖する恐れがあります。つうか外国人に技術を研修させるってどこまでおしとよしなの。なんで日本人の技術を外国人に教えなくちゃなんないのか。国家の財産である技術は秘匿すべき。日本は超古代ですから、日本人族の技術は外国に他の部族に渡さない方がいいって考えますけれども、給料払って分け与えてるってそんな場合がどうしてもって言うんだったら、億単位の技術移転料払わせろ、引き換えに金払え、技術欲しいんだったらって思いますけど、皆さんどうお考えでしょうか。日本人族の技術をなんで外国人に実習させなくちゃなんねんだ、話ですよね。中国共産党員兼千葉5区自民党新人衆議エリ・アルフィア、タイム誌に登場。移民を迎え入れるインフラが整っていない、移民すべてを歓迎しますなどとインタビューに答えていったそうであります。一般反応です。思った通りの動きしてんな。最初から飛ばしすぎだろ。日銀のセクハラの話はどうなった。移民のためのインフラってなんだよ。整ってないので日本に来ないで、整ってないならお断りするしかないな。日本は移民先に向いてないと思った外国に宣伝すべき。こいつも河野も茂木も本当に許せんわ。なったばっかのペーペーの新人衆議ごときがよ、いきなりタイム誌に乗るか。そっから疑わないとね。タイムに中国共産党の金とハニーが大量投与されてんじゃねえの、どうせ。だから中国共産党員のエリ・アルフィアがですね、タイム誌に、いきなり乗れる。議員になったばっかり。河野と茂木にも
大量にマネーとハニーが入ってんじゃねえか、疑っちゃいますよね。なんで移民受け入れのインフラ我々が整えなくちゃなんねえの、来てほしいなんて思ってないですけどね。困ってもねえし、移民をどんどん入れましょうってことにもなってないでしょうが、まあその前にですね、そんなことを言い出したら全力で阻止しますけれども、そもそも移民インフラってなんだよ一体、モスクとかか教会とかか、それとも土葬する墓地か、そんなの、口から出まかせ思いつき喋ってないよこの女。それにこいつひどい嘘つきで、国会でですね、日本企業にさらわれ、日本企業で触られた、セクハラされたってわめいて、おめえ日銀でしか働いたことねえだろ、日銀でセクハラされたってことって突っ込まれたら、日銀じゃなくて私の話じゃなくてってごまかしておりました。こんな嘘つきが国会議員になっちゃって誠に残念無念であります。次は何とかしてください千葉5区の皆様、何卒よろしく、エリアルフィアを落選させてください。よろしくお願いいたします。というわけで、メール党員さん大募集であります。6月11日渋谷で、NHK ネット聴衆反対デモもやります。皆様よろしくご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。